はい、こんにちは、高野圭介です。今回は動画のタイトルの通り隔離されています。そのなぜ隔離されているかの現状についてと、そして僕の本題である野球のお話、その2点を今回はお話しさせていただこうかなと思います。僕は今全国世界で猛威を振るっている新型コロナウイルスの影響で隔離生活を送っています。正確には送り始めました。スタートします。ではなぜ隔離生活を送っているかと言いますと、僕は今日本を離れ海外どこの国かと言いますと台湾の方に来ております。4月7日の方から、台湾に来ているわけなんですけど、台湾は渡航者と帰国者すべての人に新型コロナウイルスをシャットアウトするため2週間の隔離を義務付けているみたいです。当たり前ですけど例に漏れず僕も隔離生活をスタートさせているというわけですね。隔離こそされていますが、日本を出国するときに受けたランプ式というんですかね、 PCR 検査はちゃんと陰性でしたので、僕自身が、新型コロナウイルスにかかっているというわけではございませんので、どうぞご安心ください。今映っている部屋にね、2週間、正確には3週間ほど滞在していくわけなんですけど、現役続行を掲げているとね、運動ができるように少しね広めの部屋を取らせていただきました。ちなみにねホテル代は実費になってます。22泊分のホテルを、取っているわけなんですけど、自分で取っているので、金額もねかなり大きいものになっていますが、もちろんお金を出せばねもっともっとこれ以上の広い部屋を取ることはできますがね、無駄遣いにならないように、かつ自分のトレーニングがしっかりと行える広さの部屋ということでね、その2つのバランスを取って部屋を用意しました。はい、今後ろの方に、機材もねちょっと見えていると思いますが、軽くご紹介いたしますと、この辺にこれロードバイク、ロードバイクとかエアロバイクありますよね。エアロバイクあって、ストレッチマットもこの辺にあって、ヘックスバーあったりウェイトのベンチがあったりして、ここの方に、この辺ですかね、僕のグローブもちょっと見えますね。であと重りだったり、マウンドの傾斜もちっちゃいなものですけどもそこにありますし、そういうものね軽く用意してしっかりと、ね、トレーニングできるように、やっていきたいなと思います。はい、ね、ホテルの部屋から一歩も外へ出れない生活が始まるわけなんですけど、初めてなので、やっぱね少しね不安はあります。はい、ね、今はまだ外に出たいなとかいう気持ちはね、あるわけではないんですが、外へ出たい気持ちがねやっぱ2週間3週間を得ていく中でね、次第に出てくるもんなんでしょうかね。はい、まだちょっとわからないですけどね。で一応ね、窓がこっちの方にちょっと今映らないんですけど、外の空気が吸える窓がそこにあるんですけど、先ほどね、ちょっと外の空気を吸ってみようっていうことでね、試しにねちょっと窓バッと開けてみたんですよ。そしたらね大量の蚊がブワーッと入ってきたんで、もうね窓を開けてしまうとね部屋の中に蚊がいっぱいになってね、僕ね蚊は嫌いなんでね、もう絶対蚊は部屋に入れたくないんで、おそらくね僕がここのね窓をね開けることはもうないと思います。はい、そういうことでね、もしね仮にですけど隔離期間の間に外に出てしまうとどういうことが、起きるのかと言いますと、罰金刑に処されるようですね。はい、でもねちょっとぐらいだったらね出てもねバレないんじゃないかなってね大思いの悪い視聴者さんもねおられるかもしれませんが、そこでね台湾は隔離者に対してどういうような監視追跡方法を取っているのかと言いますと、台湾にね入国するときに台湾の電話番号の SIM カードを強制的に購入させられます。はい、強制的です。もう全員が全員、購入させられますね。はい、電話のね SIM カードを購入させられて、どうなるのかと言いますと、その番号を、おそらくですが国の、情報機関に、登録します。多分登録したと思います。で1日不定期なんですけど、まだ1回ぐらいしかかかってきてないんですけど、複数回多分かかってくると思うんですね。政府の方から、政府というか国の方から電話がかかってきます。その電話であなたは今どこにいますかっていうのをね聞かれるようになってます。一回聞かれた時はね中国語というか台湾語というかじゃなくて、アメリカ、ね、英語で、聞かれたんですよ。であなたはどこにいますかみたいなこと聞かれて、僕はもう I'm in a hotel room と答えて、そしたらあ分かりましたみたいな感じで、私のはホテルの部屋にいますっていうふうにね答えることによって、それで、部屋にいるのを確認を取ってるみたいですね。でおそらくですけど、GPS の情報も国の方はね把握してると思います。はい、というのはね購入するときにね、そのような感じのことをね受付の人に言われました。はい、あやふやって言ったらあやふやなんですけど、
中国語、台湾語、分かりませんが、そういう感じで、SIM カードを購入するときに、まあ、お話ししていただいたんですけど、まあ、僕もね、中国語とか台湾語とか完全に分かるわけじゃないんで、うん、はいはい、そうかな、こうかなというふうに聞きながら喋ってたんですけど、まあ、ギリギリね、そういうニュアンスで GPS の情報を、他に発信しますよみたいなことを、言ってたような感じがしたんで、多分そういう面では、多分 GPS 情報も多分、国の方はね、把握してると思います。でね、この電話にそもそもね、出ないとどうなるのかと言いますとね、結論から言いますとね、警察が来ます。はい、警察が来るようになってますね。なので、携帯の電話は、必ず出るように念押しされますし、携帯の充電は切れないように、ちゃんとしてくださいというふうにも言われますし、まあ、例えばね、携帯をね、部屋にこうポンってほっぽり投げてね、GPS の情報を部屋にいるんだよみたいな感じにして、まあ、外出してしまうと、まあ、どうなるかと言いますと、それでもねやっぱりね結局電話がかかってくるわけなんで、その電話出ないと、さっき言ったように警察がこの部屋に来るようになってます。なんで、電話部屋にいるふりをね、携帯電話 GPS 情報ここに置いてやっても、電話に出なければ警察が来てねアウトという風になっているわけです。当たり前ですがね、僕はね外出するようなことはしませんが、もし万が一隔離中に外出をしてしまうと、いくらか罰金が課されることになっています。いくらかと言いますとね、100万台湾元ですね。僕もまだね、台湾の、ね、通貨がねおよそ日本に換算するといくらなのかっていうのははっきりとはね把握しているわけではないのですが、日本円でおそらくおよそ360万から、400万いかないくらいだと思うんですけどね、課せられるみたいですね。というわけで、今こういう形で台湾の方で新型コロナウイルスの影響で隔離生活をスタートしている状況になります。はい、そしてね、長くなりましたが、2つ目の話をしていこうかなと思います。2つ目の話は、本題の野球の話でね、野球の話をさせていただこうと思います。2021年野球をプレイできる場所を探し、国内海外問わず、高野圭介は模索していました。そんな中で海外に渡るには様々な、問題が起きました。はい、新型コロナウイルスによるビザが発行されない問題、労働許可証の承認がされない問題、ロックダウンしている国はね、もちろん入国することはできませんし、アメリカのね、メジャーリーグ、メジャーリーグのね、まあ、傘下のマイナーリーグってあるんですけど、マイナーリーグは、そもそもね、開幕するかどうかっていうのね、昨年の時点でね、かなり怪しいものではありましたし、不透明な状況でありました。僕自身もね、海外チームと交渉している中で、野球以外の部分でね、うん、なかなか話が進んでいかなかったわけなんですけど、そういうのね、すごくね、もどかしく感じました。はい。以前ね、1月に、動画でね、ビザが取れないというね、話をさせていただいたんですけど、時間をかけてね、また様々なね、方々の協力がありね、4月の頭ですね、本当にね、最近の話になります。日本出国、そして台湾入国の手はずが整ったというわけです。これ以上ね、詳しい話ね、またしたいなというふうには思うんですけど、本当にね、本当にいろんな方々の手助けやね、ご迷惑も大変おかけしました。それでね、ありがたいことにね、チャンスを得ることができました。この場をもってね、改めてしっかりとお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。はい。で、今回チャンスをいただいたのは、台湾のプロ野球チーム、中信兄弟エレファンツです。はい。昨年末からね、いろんな海外のチームと交渉してきましたが、そんな中で、中信兄弟エレファンツに縁がありまして、今台湾に来ているということになっております。どうもありがとうございます。まずはね、2週間の隔離期間あります。2週間隔離期間を経て、そしてね、チームに合流するのも、自主隔離というのが1週間ありまして、合計ね3週間ですね。最初言ったように22泊分のホテルを取っているわけなんですけど、まあ3週間の隔離生活を、していくんですけど、まあ、それを終えた後にはチームに合流してしっかりとプレーをしてチャンスを掴んでいきたいなと思います。まずは外出できないこの隔離期間の過ごし方がね、とても重要になってくると思いますが、日々できるトレーニングをね行い、まあ、ここに機材も用意したんで、バイクだったりウエイトだったりっていう機材も用意しましたし、ここでシャドーピッチングできるように傾斜も用意したんで、やっぱりちょっとずつでもね、自分の能力を高めていったり、練習をできる環境を整えて、自分のコンディショニングをしっかり整えていくことで、チャンスをね掴んでいきたいなと思います。日々ねいいトレーニングができるようにね、ここでまあ過ごしていくようにね、いい時間になるようにねしていこうかなと思います。はい、ということで今回の動画ね、隔離という形で入らせていただいたんですけど、高野圭介がねこれからも頑張っていこうと思います。応援ぜひよろしくお願いいたします。ご覧いただきどうもありがとうございました。
シェシェ、どうした？